ロイドご飯の時間がやってきました。イエイ。はい、どうも、今回は神奈川県横浜市泉区、向かってるお店は初訪問の、車屋さんなんですけども、前回ね伺ったあの北栗浜近くの、車屋さんでいただいたネギ味噌チャーシューニンニクトッピング、これ激うまで、ちょっと今回もまた同じものをいただいてみたいなと。でね、その時は半ライスだったんですけども、もう今回はがっつりライスいただきたいと思います。行きましょう。
はい、というわけでいただいてきました車屋ラーメン横浜泉区店さんのネギ味噌チャーシュー、今回はネギをトッピング追加でネギダブル、そしてコーンもトッピングでお願いしました。うまかったです。もう前回の違うお店でもいただいたこのネギ味噌チャーシューでしたが、純粋な味ですね。でこれね、ネギスープもうまいけどチャーシューがねかなりうまくて、これはしっとり感があるチャーシューで、しかもこうバラ肉の脂とね、赤身とか繊維の部分がねバランスよく入っていて、もう噛みやすさも自分にちょうどいいし、しかもチャーシュー単体でも美味しいですし、麺やネギを巻いても食べやすいというね、かなりこうポイントが高いチャーシュー、うん、はい。でこの今回ネギねダブルにしましたが、ちょっとピリ辛なネギなんですけど、ダブルになるとかなりこうね、いわゆるこうピリ辛という表現よりはもう本格的に辛いなっていう辛さになってくるので、これはお好みで、ちょっと辛さ苦手な方はまあ、違うね、辛味が乗ってないネギもありますので、ネギをちょっと選ばれたり、ダブルは結構ね、がっつり辛くいきたいという方はおすすめです。そして、やっぱりここはライスですね。直営店さんの方では、ラーメン頼むと半ライスがサービスになるんですけども、これね、普段ライスとね、ラーメン食べないという方も、ぜひこの味噌とかね、特に味噌をね、ネギ味噌チャーシュー食べれる方は、ライス食べてほしい。めちゃくちゃ合いますから、美味しいです。うん、はい、というわけでね、ちょっと次回以降もこのネギ味噌チャーシューをねもう少し極めて、自分のこれだっていうトッピングをね見極めたいっていう気持ちと、まあ、毎回おすすめされてる餃子をそろそろ食べてみようかなって気持ちとかもありますんで、また今後もちょっといろんなね車屋さんもありながら、自分なりのラーメン食べ方探してみたいと思います。そして以前の動画の方でも、横須賀の方にあるネギ市というね土地のネギ支店というお店もね紹介されてます、おすすめされてますんで、タイミングを見てそちらの方にも伺ってみたいなと思います。はい、というわけでした。ここまでご視聴ありがとうございました。ではまた。